毎度勉強してくれるだか。じゃあその不良みてえな格好ももうやめてけれ。分かったよ。うちではやめとくから。いつか学校に行くことになったら不良だと思われちまうだ。人前ではやめてけれ。修行の時だけにするよ。僕もいつか学校に行くんだな。孫親子らによって地球はセルの魔の手から救われ、人々は平和な暮らしを取り戻すことができた。しかしその平和にもすっかり慣れてしまうと愚かなものが増え始めてくる。人間とはそういうものだ。セルとの戦いからおよそ7年が過ぎた。この静かな町の名はサタンシティ。事実はそうではないのだが、地球を救ったと信じられているミスターサタンが住んでいたことから町の名がそう改名されたのである。孫悟飯は16歳になっていた。住んでいる田舎には近くに学校そのものがなく、これまで自宅での自主的な勉強と通信教育で過ごしてきたのだが、それだけではと母である父がサタンシティにある高校へ通わせることになったのである。サタンシティでは武装した強盗がしばしば現れるほど治安が悪く、登校中のご飯が遭遇することもあった。そんな時、正義感の強いご飯はスーパーサイヤ人に変身し、圧倒的なパワーと技であっさりと強盗たちを退治していた。そして強盗を退治したご飯は正体がバレないようにそそくさとその場を離れるのであった。人々はこの謎の正義の味方を金色の戦士と呼び、その正体について噂していた。また金色の戦士？誰かしら一体。あれから7年、高校生のご飯は正義の味方？時間取られちゃったな。急いで学校に行こう。ああ、もう学校に遅れちゃうよ。急がなきゃ。必
完全に遅刻しちゃったな。編入してきたごはんくんだっけ。あたしイレーザよろしくね。ついでにこっちの子はビーデル。驚くわよ。ビーデルのパパはなんとあのミスターサタンなの。え、ミスターサタン。ほら驚いた。そうだ、あなた今日遅刻してきたわよね。銀行強盗騒ぎ見てない？どうだったかな。金色の戦士が強盗を乗せちゃったんだけど。そうなんだ。でもどうして銀行強盗なんか気にしてるんです？ああ、ビーデルの趣味は正義の味方なのよ。ほら、やっぱり世界を救ったミスターサタンの娘だし。この子強いからよく警察に頼まれたりすんのよ。そうなんですか。あなた金色の戦士と背格好がそっくりね。え？正体がバレないような工夫が必要だな。ブルマさんに相談してみようかな。相手を見て言えよ。そいつが強盗を倒せそうな柄か。このあとベースボールの授業だろ。そいつが強盗を乗しちまうようなやつかすぐにわかるさ。もっとも俺の球を打てやしないだろうがな。適当にうまく手を抜かなきゃ。母さんやブルマさんたちも僕の力がバレたら大騒ぎになってまずいって言ってたから。難しいな世の中って。俺の剛速球で脅してやるか。やりすぎないようにしなきゃ。一発も撃たせやしないぜ。お前、俺の弾を。まぐれですよ、まぐれ。そうだよね。構えも素人だったしね。あれでもやりすぎだったか。後で早速、
ブルマさんのところに相談に行こう。怪しい。ブルマさんに相談しなきゃ。ブルマさん、相談に乗ってくれるかな。こんにちは、ブルマさん。ちょっと相談があるんですが。あら、ごはんくん、相談って何？正体がバレないように完全な変身をね。はい、何かいい方法ありませんか？あるわよ、私天才だもん。本当ですか？ぜひお願いしたいんですが。いいわよ、少し時間がかかるから待ってて。すいません、どうもありがとうございます。トランクス君はどこですか？じっと待ってるのも退屈ですから。多分重力室でベジータにしごかれてるんじゃないかな。トランクスをご飯くんより強くしたいらしいわ。へえ、怖いですね、それは。重力室か、どこだったかな。これは特別美味しそうだな。ごはんさん、いつ来たの？さっき来たばかりさ。なあ、お父さんに修行してもらってるんだって？うん、パパに一撃食らわせられたら遊園地に連れて行ってもらえるんだ。へえ、あのベジータさんが。じゃ、頑張らないとね。うん、絶対遊園地に連れて行ってもらうんだ。久しぶりにベジータさんにも挨拶しておくか。こんにちは、お邪魔してます。ああ、体がなまってるぞ。いくら平和だからといっても訓練はしておけ。はい。そういえばトランクス君に修行をつけているそうですね。ああ、そろそろ本格的に鍛え始めてもいい年になったからな。貴様もうかうかしていたらすぐに追い越されるぞ。あ、そうだ、トランクス君、遊園地に行けるように頑張るって言ってましたよ。ふん、この俺に一撃でも当てられたらだ。まあ当分は無理だろうがな。いいもの見つけちゃった。これは特別美味しそうだな。ちょうどいいところに来たわね。完成したわよ。いいな、僕にも作ってよ。わあ、いい、すっごくいいですよ。でしょ。ありがとうございます、ブルマさん。早速使わせてもらいます。
僕、やっぱりいらない。じゃあ、学校行ってきます。一晩中変身ばっかして、よっぽど気に入ったみてえだな。飛行機に気をつけるだぞ。はい。お兄ちゃん、行ってらっしゃい。やっぱりかっこいいな。ふふん、そうだろう。この悟空にそっくりなご飯の弟の名は悟天。悟空があのセルとの戦いの前に残していった二人目の子供である。グレートサイヤマンの姿だったら飛んでるところを見られても平気だし、やっぱり便利だな。ついでにパトロールをしていこうかな。ことなさそうだな。大したことなさそうだな。やっぱり飛んでいくと楽だな。大したことなさそうだな。ことなさそうだな。街は平和かな。ん？なんだ？また強盗か？
まだやる気なの？当たり前だ。ここからが本番だぞ。へえ、驚いた。本当に結構強いや。ミスターサタンより強いんじゃないかな。さあ立ちなさいよ。まだやるんでしょ。くそ。なんだてめえは。私はん悪は絶対許せない正義の味方。グレートサイヤマンだ。あっちで決まった。ゆうべ2時間も練習したもんね。かっこ悪い。抵抗しても無駄だぞ。さあビーデルさん、こいつらを捕まえましょう。私の名前を知ってる。やっぱりこんなみっともない奴に捕まってたまるか。ねえ、ちくしょう。蜂の巣にしてやる。そうだ、やっちまおう。愚か者め、正義を倒せるものか。化け物だ。こいつたちどうしましょう。ビーデルさんが警察に連れて行っていただけますか。ここに置いとけばいいわ。私が無線で連絡しておくから。強いんだねあんた。で、正体は秘密なわけ？ええ、まあそうです。でも孫悟飯くん、授業に遅れちゃうけどいいの？そうなんですよ。だから早く行かないと。やっぱり。え？やっぱりあんたの正体は孫悟飯くんだったのね。しまった。なんでわかったのですか。こんな完璧な変装してるのに。声よ。それと喋り方、私の名前も知ってたし。そんな。なんでわざわざそんなおかしな格好したのよ。いえ、その仲間のみんなが普通に暮らしたいなら強いってことをバレちゃいけないって。だから。あのこのことはみんなにはぜひ内緒に。ねえ、1ヶ月後の天下一武道会、あんたも出るんでしょ？え？天下一武道会？知らないの？格闘技のチャンピオンを決める大会で久しぶりに復活するのよ。私のパパが全大会のチャンピオンで、その前が顔は知らないけど孫悟空っていう謎の男。へえ。あんたと同じ名字よね。今時珍しいわね、名字と名前と分かれてるのは。私、その孫悟空っていう男は多分あんたのパパだと思うの。どう？いろいろ鋭いなこの子。やっぱりね。で、どうするの？もちろん出るんでしょ？
天下一武道会。いや僕は遠慮しておくよ。そういうのあまり興味ないし。出なきゃバラすわよ、みんなに。孫悟飯くんがグレートサイヤマンの正体だって。え、そんなのいいじゃないの。グレートサイヤマンで出場すればわかんないんだし。ああ、わかりました。出場しますよ。やった決まり。みんな弱そうだから張り合いのある相手が欲しかったのよ。参ったな、おかしなことになっちゃった。ほら、そろそろ学校に着くわよ。ねえ、今度空の飛び方私に教えてよね。あんただけ飛べるってのはずるいわ。あ、いいですよ。それじゃ私は先に教室に行くわね。しかしこんなにあっさり変装がバレちゃうなんてな。それに天下一武道会どうしよう。学校が終わったらブルマさんに相談してみよう。天下一武道会か。確かヘルメットや防具をつけちゃダメなんだよな。でもヘルメットがないと正体がバレちゃうし。ブルマさんのところ行ってみるか。はあ。
おのれ。はあ。なんだと。くう。ひゃひゃひゃ。ふう。うん。おいおい。よし、ロッキー、いいお肉が手に入っちゃった。この家を守っていかないとな。ねえ。ダメだ。うわわ。なしてだ。よし。
し。うまくいったぞ。やった！いい魚が釣れたぞ。よし。よし。うまくいったぞ。よし。おいしいぞ。よし。よし、うまくいったぞ。やった！いい魚が釣れたぞ。よし。うまくいったぞ。やった！いい魚が釣れたぞ。よし。うまくいったぞ。やった！いい魚が釣れたぞ。よし。やった！よし。うまくいったぞ。やった！いい魚が釣れたぞ。よし。よし、うまくいったぞ。おっ、珍しい魚だぞ。やった！ねえ、うん、ここは早く。
スーパーサイヤ人の壁を越えたスーパーサイヤ人。うっ、あん。んだ？あん。しょうがねえな。んだ？ふう、食べた食べた。Yeah!
たな。ブルマさんいるかな。あれ、あの人は確かランチさんだ。なんであんなところに突っ立っているんだろう。どうしたんですか。あの、あなたは。あ、僕ですよ、ご飯です。え、ご飯さんなんですか。どうしてまたそんな格好を。いろいろありまして、とりあえず正義の味方だと思ってください。まあ、正義の味方さんですか。ところで、ランチさんはここで何を。ああ、そうでした。今困っていることがあって、それでブルマさんに相談しようと思ってここへ来たんですが、ちょうど出かけているみたいで、戻ってくるのを待とうかどうしようかと考えていたところなんです。そうなんですね。だったら僕が相談に乗りましょうか。それは助かります。でもいい、ええ、構いませんよ。僕もさ、この正義の味方グレートサイヤマンが何でも解決してみせますよ。まあ頼もしい。ちょうど正義の味方さんに頼みたいことがあったんです。え、実は私、修行の旅に出られた天津飯さんから畑のお世話を頼まれてたんですが、その畑から化け物が出てきて畑の近くの村を襲い始めちゃったんです。そりゃ大変だ。僕はその化け物を倒せばいいんですね。はい、お願いします。村の場所はここです。わかりました、すぐに向かいます。ランチさんは危ないからここで待っててください。そうですね、私はここで。それじゃ行ってきます。天津庵さん、ランチさんに畑を頼んで修行の旅に出たって言ってたけど、二人は知り合いだったんだな。天津庵さん、そういえばランチさんってくしゃみでちょっと怖い人に変身しちゃうんだっけ。置いてきちゃったけど大丈夫かな。この辺りだな。化け物がまた来たぞ。助けて。化け物め、どこだ。
出て。やつは確か土に植えた種から出てくる化け物だ。間違いない。出て。よくも村を襲ってくれたな、化け物ども。